いやあ、説明が来たよ。今回やっていくのは、ノーボールーナー。これはね、学校の七不思議をテーマにしたホラーゲームです。短めの短編のゲームらしいんで、さっさくっとやっていきたいと思います。ノーボールーナー。32、33、34。この階段は41段のはずが、数えながら登ると42段になる。よくあるやつ。42を数え終えた者は死ぬ。心の中で数えても死ぬ。35、36。なんでだ、おかしい。数えられるのやめられない。知らねえわそれはお前の知的好奇心の話だろうが。お前37、38。ででん、ででん。問題。今、何問目？え、そんな話なん？え、そういうやつなん？ 39 言おうとしたな。39。なんだった今の問題。商品もらえるのか？ 41。42。足が滑った。下に落ちる。まさか、本能に知るのか？バシ！何かに支えられる。大丈夫かい？僕は通りすがりの金次郎。手に本。背中に薪を背負っている。ほんまに金次郎や。二宮金次郎や。二の金って呼んだよ。二の金。信じられないかもだけど。七不思議を今晩中に解決しないと。世界が滅ぶんだ。そうだい！規模が壮大すぎるわ。学校七不思議っていうか、もう世界規模になってるわ。増える階段は解決した。七不思議の噂のある場所を教えてほしい。頼む、手伝ってくれ。こうして二人の探索が始まった。なんか二の金が仲間になってしまった。二宮金次郎が仲間になりましたとか文章に起こしてみれば奇妙なことこの上ないわな。音楽室。ああ、バッハとか、ああ、やっぱバッハが。なんでバッハなんだ、俺。なんで俺はいきなりバッハ出てきたんだろうな、俺も。ベートーベンとかあるだろうにな。肖像画の目が動くらしいんだ。いや、これもよくあるやつ。ギロ！え？動いた？目つぶし。ファイヤー！ズバッシュ！金次郎は人差し指と中指を突き立てる。ゴールデン、目つぶし。金次郎だからゴールデン。何の解説やねん。バッハをどうしよう。次だ。二つ目攻略。理科室。理科室。理科室って何があったっけ。ああ、人体模型かな。踊る人、踊るんじゃ。動くとかじゃなくて踊るんじゃ。愉快な人体模型おるな、お前。くらえ。忍法、金次郎手裏剣。説明しよう。金次郎手裏剣とは、光の速さで金次郎を投擲する忍術である。金次郎おかえ金次郎なんじゃ、手裏剣じゃないで、金次郎じゃないか、めんや投げないで。もう投げた。ガシャーン、金次郎。まあ城なんか1ミリもわかんけどな。敵を倒した。3つ目攻略です。何すんねん、痛いわ。大阪ノリが大阪大阪出身だったわ、二宮金次郎。実際はどうか知らんけど。トイレ、花子さんじゃ。花子さん来た。花子さんが現れた。どうする。うん、え、それは揉むってあれをかな、オスのパイを揉むのかな。セクハラはダメだよ。いや、俺おっぱい好きだけど、セクハラはダメだよ。そこは、桃よ。なんでそんな呆れ顔なんだよ。なんでそんな呆れた感じで言うんだよ、お前。わかったわ、桃は、もう。うなれ！ゴーデンフィンガー！花子の歌を終わりに実った二つの果実を揉みしたく！でかい、柔らかい。花子はショックで倒れました。セクハラです。これセクハラですよ。性犯罪始まりましたよ。二宮金次郎さん、性犯罪入りましたよ。
俺が一回警察に電話してたら、あなたはお縄ですよ。いいんですか。トイレから声が聞こえる。あれ、まだトイレ。髪をくれ。いや、困った時は助け合い、そこはあげようよ。何正論言ってんだお前は。何正論言ってんだお前は。さらとお前、ちょっと呆れた感じで言うんじゃないわお前。あげるわ。トイレットペーパーを投げ入れる。その髪じゃない、お前の髪だ。便器から伸びた手に引きずり込まれる。待ちたまえ、僕が髪だ。君と握手を。もうややこしいなるわお前。いろんな髪できてややこしいなるわお前。呼吸。金次郎は手を握る。なんで花子と一緒なんだ。なんで花子と一緒の声出てきたんやお前。便器から伸びる手を握りつぶした。ふう。七不思議をすべて解決した。あ、解決してた。いつなんか解決してた。ありがとう、ここで平和になるよ。健次郎は光となり消えていった。増える階段。2、目が動くバッハの肖像画。3、踊る人体模型。4、トイレの花子さん、かっこ巨乳。5、髪をくれ、かっこ花子さんと同じ声。6、徘徊する二の金。あれ、もう一つは。7、七つ目を誰も知らないという不思議。ああ。七つ全部知るとあれだから。七つ目は誰も知らないのだ。ネタが思い浮かばんかったとか。手抜きじゃないよ。なんだこのゲーム。